国王が不老不死になるんだ。世紀の瞬間ってやつだな。これが不老不死。どういうことだ。中心にいる我々には害は及ばないと。なんだ、何が起こっている。おい、ホモンクルス。錬成人の真の中心は君が立っているここだよ。何？私の中の君の血を使って扉を開けさせてもらった。血を開けた家族、応援ハイムよ。今君と私が全ての中心だ。返事をしてくれ。無理だな、皆魂を抜かれている。国王陛下、ご無事でしたか。どうだ、その体、具合はいいか。俺がいる。君の血の情報をもとに入れ物を作らせてもらったよ。貴様の本気か。足りん、全くもって足りんぞ。私を壊してみせろ、名もなき人間よ。錬金術は、物質の構築は、万国の創造主たる石原への冒涜ではなかったのか。神を捨てたのか。貴様らにとって神とは、所詮その程度の存在か。いいな、イシュバールの内乱で絶望を知った貴様は、心のどこかで思っていたはず。神などこの世界のどこにもおらんぞ。536,329人全員と対話を終えている。解き放ってみようか、ここで。お前が神とやらを手に入れた時から、すでに逆転劇は始まっているんだよ。長い年月をかけ、計算に計算を重ね、この日のために俺の中の賢者の石を、仲間を、
この国全土に配置しておいたのさ。我らに戻る体はもはやない。だがアメストリスの人々には戻るべき体がある。そうね、彼らの魂を元の体に戻してあげましょう。ホエンハイムの頼みだし。賢者の石を打ち込んだだけか。所詮は天、縁がなければ実は発動せん。錬金術の基本だ。縁ならあるさ。俺にもしものことがあっても勝手に発動してくれる。とびきりでかくてパワーのあるやつがな。日食によって大地に落ちる月の影さ。先に行くよ、ホーエンハイム。どうあっても邪魔をするか、ホーエンハイム。そのためにここに来たんだよ、フラスコの中の小人ホムンクルス。ようやくひざまずいたな。火打ち石を火種に自らの血で綴った錬成時。あの傷でなぜ。焼いて塞いだ。二三度気絶しかけたな。貴様はこう言ったな。まだまだ死なないと。ならば死ぬまで殺すだけだ。総裁が間に合わん。待ってください、おじさま。防御の陣が壊れる。ダメだ。総裁、運搬船。てめえこの野郎、気抜くんじゃねえぞ。どこへ流れていくのだろうか。Oh, no.
ほう、こいつは便利だな。蒸し焼きだ。あいつはもう神とやらを抑え込んでいられない。中心はここだ。縛られ続ける私ではない。
地に引きずり下ろし我が身の一部にしてくれよ。